もしもし。ああ、やっと出たわ。まあ、ハマちゃんか。さっきから電話してると思ってんですか？30回はしてますよ。ちゃんと電話。あ、悪い悪い。はい、会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間経ってると思ってんですか？今何時だと思ってます？12時5分です。もう日付変わってんですよ。ああ、分かった分かった。悪かったって前半てるって。社長は好きな時間に出社して好きなことばっかり。でも私毎朝9時から会社来て帳簿の整理したりトイレ掃除したり返済届く前の注文したりしてる。出まけないじゃない、君が食いたくて取ってんだし。とにかく私は疲れてるてるって。だから今日も先に帰っていいって言ったでしょ。どうせ店の鍵は花ちゃんが持ってんだしさ。帰れないからいつ。どうしてよ。ついさっきから店の外で怖い人たちが喧嘩してる。喧嘩？別に大丈夫でしょ。何言ってるんですか。私レッドかされるんですか。君は笑いました。あ、いやいや、もうじゃなんかだよな。もし巻き込まれたら大変ですよ。銃、おい、どんなやつだ。え、あ、ですね、一人は上野がどうこうって叫んでましたけど。上野、早く会社に戻って。なんと、分かった、すぐ行く。新井さん。滝山さん、あんたがくれようとしていたチャンスはもらい損ねたよ。それじゃ。頭を一撃、余分な発砲は一切ねえ。逃げなくていいんですか。え、犯人はさっき走殺に捕まると思うんですが。あんた片桐なですよね。あなた。ああ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多い。無理やり移植させられてしませんよ。社長、話、あ、
ちょっと手遅れでしたね。おい動くな、動くってるだろ。おい違う、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端に入れて頑張り。暴れるなお前、動くな。杉内ってあの、あ、おい、ちょっと、あんた、待って、佐藤に聞いてよ、ねえ佐藤、花ちゃん、佐藤、起きろ。釈放だ。早く支度しろ。目撃者がいて、あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか。あの女子だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て、やってませんってな。そうですか。おやきや。これ以上金村工業やな、駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカ調子乗って。これ以上俺ら警察の邪魔な。なんか、お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ですか。そうだ、今回のドンパチもだ、割れてんだ。お前が遊び半分で口を煽ってっからこんなことになっちまったんだよ。杉内さん、俺はね、俺なりの信念があって金貸しるつもりなんだ。だからかはやめません。もういいですか、早く帰んで。だよ。いつ？お前でいる最中だ。いいか、以上金村工業と上野清和会の件には関わるな。てめえがこっち持ってできねえ、お前のこと洗ってやるぞ。
以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資すみません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。そうです。テストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストですか？はい。さい。本当にいいんですね？いや、もう他選択肢はないんです。そんですと受けさせてください。ご来店お待ちしてます。あの、お名前聞いてもよろしいですか？リーと言います。リリさんですか？お店の名前言わないとダメですか？いえ、明日のご来店お待ちしてます。結局洗えない取れなかった。事務所に戻る。おい、
親父。いきます。田組乗っていたろうよ。お前か俺の身柄が必要なんだ。まあそうだよな。どうですか秋山。清和が納得するわけねえよ。そうだろ。あ、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今か。いや、じゃあお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ秋山さん。それ落ち合おう。あそこならなんか大丈夫だ。でも早く行け。何やるのため。あ、やっべえな、これ。秋山、お前またヤクザか。あ、忘れたわけじゃねえ。すん、樋口さん。ない、言い訳はゆっくり聞こうじゃねえか。それに俺、これに関しては被害者だし。うるせえ、詰め子言ってんじゃねえ。おう、舞台。はい、やべ。あ、待てよ。ありがとう。
間に合わなかったか。いやもう、命拾いしたね。ただいま。はい、お水。サンキュー。どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。